うちら普段ツイッターにしか降臨しないのね。本当にクズなの。ね、終わってんの本当に。シャットアウト。よし。とりあえずツイッターがマジやば。ツイッターだと表面の動きと多分つなげなくていいから切り替えがサクサクいくのね。てか切り替えというよりもその議事堂という映画館で普通にペチャクチャ喋ってるだけになるの。じゃあツイッターに降臨してるやつ本人が情報持ってくるとか、あと旦那氏がその今こうなってるぜみたいなのを持ってきて、鬼コーチ、まあうちらの治療のベースを作ってる。だからもうこいつに話聞けばめちゃくちゃ早いのね。であとはこの総監督、これ記憶だけ全部持ってんの。そのそいつはその時どう、なんていうんだろう、何を考えたのか、そのどういう状況だったのか、そういうのを全部持ってんの。だからこの二人がいるからめちゃくちゃ話が早いっていうことに気づいた。でまあその結果今回の件、必ずどこで生まれたとか経緯がある。まあ、別にそれは知りたくないやつもいるし、そんなのさどうでもいいんだけど、まあ、言いたいことを言いさえすればさ全然周りのやつが助けていくし。で今回の件で分かったところ、ででん、まあ、とりあえずこいつはまだ小学校にいるって言ってたから一応12歳ってことにはしてるんだけど、いじめられた記憶っていうのが触発されるのね。そういう似たような場面になると、だから自分にはそういう、なんて言うんだろう、なんかまあそういう記憶が溜め込まれるというか、まあ、そういうところで出現する。自分の記憶に入るとそいつになるのね。でこいつはこれ1個の記憶しかない。で場所っていうのがこれ12歳までなので、まあ小学校で泊まってるから、ということはこれ以降に生まれてる下界戦闘組っていうのはこいつの記憶を自分のものだっていう認識が絶対にできない。だからギズモとか、まあ、17歳もそうだけど自分のことだとは思ってないって言ってるの。だからこいつの記憶を自分のものだっていう認識ができるのは多分この併存してたあの自分の記憶だっていう認識ができた子だけ。だからみんな言ってたんだよ、あの子は美濃浦にしては古臭いって。あの年末の議会戦闘組動画に出てた子なんだけど、今の議会戦闘組ってまあ、新機種だとギズモなんだよ。ああいうちょっとかなりキャラが濃く出てるんだけど、ぶっ飛んでるんだけどでも全然馴染めるっていう感じ。あとはあの宗家みたいでさ、何とぞみたいな、ああいう本当なんかバキバキにできてるような、ああいうのが割と新機種なのね。だからああいうあまりになんていうの、普通、あれはかなり古い代なのね。だからそれでちょっとおかしいなっていう意見がツイッターで出て、でこれ気づいたの。やつがなんでみんなのそうやって、あ人格統合とかいうつか、この記憶というよりこの感情が他に分散されることでその記憶を掘り返した時に息苦しくなったりとか、そういう変な反応が出るっていうことがなくなるっていうこと、その記憶を掘り返すのになんないっていうか、分散して持つことでこの子に負が溜め込まれなくなる。この記憶っていうのは別に消えない。だからみんなで共有するっていうこと、その感情を。ただうちらはもうこういうちゃんとっていうか、あの スタイルっていうか、なんだ、普通に生活ができるそういう症状を持ってない人たちだし、別にそんなのマイナスでもないよっていうような感じだし、あそんなことこっちおいでみたいな風にできるから、だからそうやって別に人格が消えるということではなくて、一人で持ちきれないものをみんなで持つ。まあだから人格が消えるっていうことはない。人格っていう言い方もまずおかしいじゃん。だってまあそれはいいよ、それはいいよ、そんなんすだから、マジで多種人格じゃないやつがさつべこべ言ってるだけでさ、ほんとさ、その実りないからやめてくんね、ほんとに。分かった分かった分かった。そう戦闘組が気にしてるのはなぜうちらがこうなったかっていうのが解決できるってなるとかなりバランスが崩れるっていうのを心配してるの。そういじめっ子がいるっていうことは現状変わらないというより経験は変わらないから、特に17歳なんかはあもうかなりやられてきてたからね。最終兵器もそうだよ。だからうちらがそのいじめられっ子を守れるようになるっていうだけで多分変わらないと思う、この仕組みというか。マイナスしか出ないということはありえない。それはもううちらは分かってる。何かしらメリットが生まれてる。それででそのバランスの話だから、だしこうやってやることでみんなが美濃浦に参加してきてるから、もうほんとね、今までね半人前どころじゃないよ、100分の1人前ぐらいだよ本当に。今までの美濃浦ってマジでほんとこうやってやり取りしていかないと
ダメ。だそういう一人でやると絶対ダメなんだよ。割れてる分切りようがない。だから問題が起こったら絶対みんなでやらないといけない。最初戦闘組は自分たちだけでやろうとしてた。でも結局それじゃダメだった。なんでかっていうと、それだけだと脳みそ使い切ってない。脳みそも何分の何十分の1ぐらいしか使ってないってことになるんだよ。だからそれでうまくいくわけがないんだよ。全員でやんないと。みんな普通のやつはそれをパッパパッパやってるだけで、うちらはこうやって時間かけないとダメなんだよ。ってのも分かった。じゃあ健闘を祈る。